どうも、魔石のアタック先とエル歌舞伎のエル歌です。ダロリアンです。ということでね、はい、ミヤゾンが50キロ走破、足に痛みもというニュースが入ってきてますんで。ああ、もうそんな速報が。もう。そうなんですか、今、うん、どこら辺まで行ってるんですか。それは僕は分かりませんけども、そういうニュースは入ってますんで。うわ、実は一番速報の方は、ノートにも1行2行ぐらいしか。いや、書いてますよ。ただ、その本当に思ってるのは、ミヤゾンにはもちろんなんですけど、アラポにももっと頑張ってほしい、そういう気持ち。いや、いいんじゃない。アラポ何してるか分かんねえな、うん、アラポにももっと頑張る。いやでもあれじゃない、セコンド的なさ、あ、やっぱやってんじゃないかなと思いますけど、マッサージしてるシーンとかあるのがね、やっぱ、うん、とか、あとスタジオにもしかしたら待ってるのかもしれないし、あ、ねえ、はい、ということで、まあもしかしたら家で寝てるかもしれませんね。そんなわけないですよね。奥さんと旅行行ってかもしれない ね、結婚しますから一日ね、うん、時間も使えるのもいいから、ね、もう国民的スターのミヤゾンですけど、はいはいはい、一度私たちがね、前説して、うん、ある番組の、で、袖に戻ってきたミヤゾンがもう駆け寄ってきて、うん、しつけすぎじゃないですかって言ってきて、はあ、で、ロリアン林がやっぱ性格悪いですから、な、悪くないよ。お前、こんなテレビの観覧の客でウケるに決まってんだろって言ったのが、ね、で、ミヤゾンは素直だから、みたいな寂しい目したのよ。ひどいですよ、デロリアン林は。だってもう、うん、もう教育されたお客さんしかいないから。違うよ、ちゃんとリズムに乗っ取ってネタをやったから受けたんだから俺らが。うん、そうだよ、何にやったって受けるわけじゃないからね。この間その番組で3本ネタやった時に、うん、リズムちょっとずらしたネタやったら、うん、笑いどころ全部おかしかったもん。まあね、いや、まあ受けてましたよでもね。はいはいはい、おかしかったもん笑いどころ。まあね、落ちてねえし、そんなこともありましたけども、うん、そして昨日はね、私はあの、エル・ウエダを笑わせろというライブがありまして、あ、はいはい、まあ、総勢22人の芸人さんが、うん、僕を笑わせるために、こう、一人ずつ、こう、手を返し、なおかえネタをやってくれるという。はいはいはい、で、なんだったら他のライブに出てた芸人さんもみんな駆けつけてくれてやってくれたんですけど、飛び入りもあったの？なんかあったみたいで、僕はよくわかってなかったんだけど。そうなんですか。で、ガチンコでやっていいよって言われてたんだけど、うん、ガチンコでやったら絶対盛り上がらないけどいいのねって、ちゃんと確証を得た上で、うん、ちゃんと盛り下がるライブにして。あ、いいね。いや、しょうがないよ。でも偶然最後の最後で笑っちゃったのね。あ、何で笑っちゃったの？まあ、あ、別にそんなしょうもないことだからここでいちいち言いたくもないけど、なんか別にそんな今思い返して面白いかったらそんな面白くないことでその場の感じで笑ったわけよ。あ、でも面白かったよ。で笑って、やめろ。で俺が1万5000ギャラを持ってんの、うん、で それが1000円札で全部持ってて、うん、1000円ずつ渡してくれってやつで、あら、最後の人だけに渡したの1万4000持って帰って、やらしいです。ネットでね、うん、ちょっと検索しました。あ、そのライブに書かれてんの？いいコメントありましたね、うん、エル・ウエダを笑わせろでエル・ウエダさんを初めて見た人がいたと。うん、初めて見たけど、うん、老害すぎてびっくりしたって。たまんないよね。しかも、ちゃんと初めて見た人がちゃんとさ、うん、俺たちのしてほしいコメントをしてくれるというね。いいですね。そんな、老害認定をした、された我々ですね。いいですね。一個ね、話ができてよかったですね。9月7日金曜日、24時から TBS ラジオマイナビラフターナイトでネタをやってますので。老害漫才。もう老害なのか、うん、昨日出てた人たちより、やっぱりつまんないっていうのか。え、めちゃくちゃ面白いっていうのか。これはあなたたちが決めていただきたい。いや、だから、それ出るっていう芸人さんから私はですね、ね、うん、はい、上田さんは一体どういう、うん、ことを言うんですかと。どういうことしたら笑わせられるんですか。あ、はい、そのライブにね。そうそう、はい、ね、この相方ですから、はい、私の相方の、はい、ツボしてるんじゃないかと聞いてきたんで。私が一言言いましたよ、はい、お前それドーピング行為だからな。あ、なるほど、先に聞いたらね、だから、はいはい、ドン引きした顔して、はい、僕も老害なのかもしれないと。いや、マジの話するけど、まあ誰でもできるんだよね、笑わないことなんて。いや、できるよ。だってバッとシャットダウンすればいいんだから、うん、だから別にあそこにいたお客さんもできることだし、うん、だから芸人さんだったら特に自分の世界持ってる人がやるわけだから誰でもできるわけであって。そうだよね。そんでも無名の私がやったというライブがあったと、うん、はいはい、いうことです。まあでもこのライブ受けたのもこれヤフーニュースかなんかなったんだって、このライブ自体が。ああ、だからそういうさ、売名になるんであればみたいなところでやった。まあこういうのも全部言っちゃうから本当に嫌な気持ちだって老害すぎたと書かれたんだけど ね、 どうね。そうそう、はあ、まあね、1万4000円持って帰ったの。帰りましたけどもね。いい手ですね、なんかね。そうし、まあ、で、最低じゃない。だって俺、誰一人にも奢ってないから、昨日。後輩の子たちに。生活かかってんのから、ねえ。そうだよな。まあ、悔しかったね。こういうライブを企画してもらえるんで、みんな頑張ってもらいたい。ね、そうだね。笑わせろって言って、でも笑えること全然だから、逆にね、笑いづらいよな。あとはね、帰りに主催者の子、ずっと仲いい子がいるんだけど、うん、ちょっと困らせようと思って、俺、悪い癖だよね。うん、俺、来月いつやる、これ、っつったら。うん、3ヶ月後ぐらいにまたやれればって、すごい苦笑いをしてもらうという。
こともありましたけど、はい、そしてですね今日のニュースなんですけども、大西ライオン熱愛発覚ということで、ちょっとこれはちょっとオスライオンが、はい、グラビアタレント、うん、ウサマリアさんと真剣交際発表ということで発表したんだなんか24時間テレビ内らしいよああ、うん、の有吉反省会で、発表し、真剣に交際してるのでもう少し売れたら結婚してくださいと、大西ライオンさん、もうちょっと売れたら、もうちょっと売れたら、はい、ということでね心配ないかと、怖いですね、だライオンがウサギを食べてしまったっていうことですよ、ね、これはウサマリアもうやばいそうね、テレビ、まあね、うん、はい、そんなことはね言わなきゃダメだったんだろうね、いやいやいや、言わなきゃならなかったんだろう、なことないですよあとはね、はい、すごいですね、ポケットビスケッツ、はい、18年ぶり一夜限りの復活ということで、あら日本武道館でテルさん、内村さん、うん、内村さんがテルというキャラで、はい、千秋さんが千秋、ウド鈴木さんがウドという、すごいね、やったんですけど、昨日テルがこうね、うん、24時間テレビで復活してて、はい、函館でもね、うん、テルが歌ってました、ね、あグレイがねなんかニュースになってましたね、やってましたからね、ライブなんか雨でどうなるか、雨が降るとか言われてたんだけど、やっぱりグレイが現れた瞬間にグレイのテルさんが両手を広げた瞬間に全部の雲が消えたとかね聞いてるけど、あいつか、うん、全ての雨風は全部、そうそう、ここではないどこかへと飛ばしたというね聞いてますけどね、あなるほど、でね、これはポケットビスケッツさんがねこう復活したということで、うん、ちょっと思い出したのはブラックビスケッツさんっての昔いてね、対抗馬でブラビですよ、うん、ブラックビスケッツはね、南原さん、キャイン天野さん、ビビアンスーさんで構成されてるんですが、アマザン天野さんはプロレスラー天山広之の角をつけたアマザン広之、そうそう、そのまんま字一緒だからな、で南原さんが蝶野正弘のコスプレをしてこうもみあげも伸ばした七海、うん、京也、これね、僕気づかなかったんだけど、ねはいはい、ずっと気づかなかったんですよ、はい、やっぱりね、あれ蝶野さんの真似をしてたんですか、いやそうだよ、だから調べたらお約束のセリフがええこらってなったんで、蝶野が言うんだけどね、そうだったか、あともう一個は多分ゴールデン太陽っぽいのがあって、みんな不健康にしてたかっていうのあんま過激なことは言わない、だってね、うん、結構あったよね、あの何枚売れなかったら買い即買いたみたいなことすごいやってましたよね、やってましたね、ね、そしてビビアンスーさんはビビアンと急にそのままっていうね、この頃なんて中学校の時さ、うん、ビビアンスーのもうヌード写真集が出るで、うん、もう我々はもう中学校がね、まあ、ねどよめきました、綺麗ですか、今も綺麗だと思いますけどね、あ綺麗綺麗綺麗ね、なんか映画出る、うん、俺この間ちょっと前に見た映画出れたしな、うん、ちょっと頭の中で俺の中でインディンオブジョイトイとこう間違っちゃうとこもあります、ごちゃになっちゃうとこもありますけどね、セデックバレだったからなんか出れたな、あそうですか、うん、そしてですね、これね、あのボクシングの村田亮太、うん、衝撃の胃袋 KO 負けというのがなんですか、昨日のトースポ2面なんですけど、負けたの村田君、負けたんですよ、 WBA 世界ミドル級王者村田亮太に、うん、10月にアメリカラスベガスで見込まれる V2 戦に向けて思わぬ難敵が立ちはだかる、お24日都内でマクドナルドのイベントに出席し、うん、29日から発売開始される金の月見バーガーを PR した、うんうん、月見バーガーは定期的に出てるね、でね、マクドナルドの思い出を聞かれた村田亮太なんですけど、うん、まあ、減量で多分ずっと食ってないと思うんですよね、はいはいはい、だからそのマクドナルドについての思い出を聞かれた村田亮太ですね、うん、小さい頃、うん、おばあちゃんにお願いして食べに行った思い出がありますとそれ以降言ってねえのかよ、わかんないけど、ね、それ以降言ってねえのかお前、でもやっぱねこう、うん、仕事ですから遡ったんでしょう、そして91年から発売されている月見バーガーもよく食べていましたという、 あ食べてたんだね、あ食べてました、あよかった、そしてですね小学校じゃありません、91年小学校ぐらいですかね、小学生だもん91年で、まあいろいろこう PR した後に V2 戦で間もなくスパーリングや減量が本格化していくタイミングでのビミバーガーの登場に、確実に減量の敵になりますね、うん、何かあったら責任取ってくださいと、うわマクドナルド幹部を恫喝するというやばい、なんかヒューザーの小島さん以来の恫喝、うん、いや分かったですけどね、姉はの最初にヒューザーみたいな、これねやっぱねちょっと怖いこと言ってるじゃないですか、何かあった時に取ってください、これはね繋がりますね、はい、アマチュアオリンピック決勝の村田亮太のセコンドに着いたのは何を書くと、うん、山根会長の息子だったというね、なかなか怖いですよ、これはなかなか、ね、山根会長の息子さんなんだ、そう、あれをだから権限でつけたとか言って、ああ、なんか分かんないけどな、そこはそこに関してはね、そうで、バイキンがなんか取り上げられてたけど、うん、でも、山根会長が言うには息子がついてる方が絶対こう、いろいろ国際的なもので有利になるという、まあ、だけど普段一緒に練習するメンバーではないとかね、
あそういうのはどうなんだとかね。でも嫌がらせされるところを止めてる可能性もあるから、ね、だからね、いろいろ抑止力で、そこがマフィア同士の戦いですね。いやお前止めろよ、核的なねものにもなってるかもしれませんけど、でもね、村田さんここではやっぱりそのボクシング問題に関する質問に対して、うん、日本代表の合宿などで山根前会長のお世話になったのは事実と、うん、いうふうにこうかわしたって書いてますね、トースポは。かわしたって言ったら、それは、それは、違うだ、お前の、かわしって書いてお前の欲しい情報じゃなかっただけだね、かつも。ねえ。いいですね、トースポ。そして、金の月見バーガーには完全に胃袋をつかまれたということで、胃袋形容負けということで、ね。失敗するな、これ、村田さん、ちょっと今回やばいな、失敗したんじゃないか。いや、これ、なことないですけどね。これ、まずいな。そしてですね、あ、もう10分いってしまいましたけども、最後にですね。なんで10分いったんだ。ねえ。やっぱ24時間テレビをね喋ってますから、いや、ね、3,4 分ぐらいでもう総括しちゃってる。女子プロレス団体とサンリオピューロランドがコラボ第2弾、おら堀田由美子がハローキティと握手ということで、え、ハローキティとやる、いや、コラボするんですよ、2試合するわけじゃなくて、あ、なんなんだ、勝ち上げ式のラリアット絶対合うじゃないの、サンリオが OK 出さないでしょ、勝ち上げ式のやつだったら抜けちゃう、だからまさかの堀田由美子だったんですよ、平井ファラオ光のライバルは、若いあなたは平井ファラオ光は、そうだ今あれだ、俺は言いたくてずっと喉で止めてたことが最近ネットニュースになったの、平井ファラオ光がサンリオをこうやって押し出すのはカズレーザーの助言だったっていうのが最近ネットニュースになったのよ。ああそう、俺はずっと喉で止めてたんだよ、うん、これで平井ファラオ光対堀田由美子とかこれもリング上で決着つけてもらうしかない。そうだね、そうですよ、でも男対女ですからね、うん、ハンディもあります、どうしようかね、いやでもガリガリだからな、平井さんガリガリですから。ガリガリだからな。もしかしたらボディ入れられまくって、ゲロッピが出るかもしれませんけどね。ゲロゲロゲロッピ。ゲロゲロゲロッピ。うん。あとはね、地味に格闘技ニュース専門サイトバトルニュースってとこのニュースなんだけど。はあ、バトルニュース。俺なんか割とよく見るんだけど、バトルニュースにハローキティが出たのは俺ちょっと初めて見たっす。すごいでしょ。すごいすごい。ね。サンリオなんか面白いね。いろんなことやるんですね。面白いね。いや、それこそ俺ファラオさんと話すからさ。平井ファラオから、バカやなったら平井ファラオからね。ファラオさんと話さなかったら、うん、多分俺知らなかったもん、こういうの。あ、こういう情報をね。全然知らなかった。はいはい、いちご新聞とかそういうの初めて知ったっす。はいはいはい。ファラオさんね、だからこう、さっきアラポンも応援しましたけど、ファラオさんにもやっぱり、いつかこれ仕事になってほしい。やっぱもう、うん、ファラオさん。俺たち応援してますからね。でね、これね。そうですよ。魔石の1000人規模のライブの時にね、うん、僕はファラオさんと2人でこう、会場出た終わった直後、真夏の小説ね、真夏の小説出たんですけどね、うん、ファラオさんと私誰からもファンから声をかけられずにこう赤いの行くと道、もう俺ついにファラオさんと並んだと。でもね、本当のお話だけど、真夏の小説って1000人規模のすごいスターばっか来る、ニャンコスターとか、あーライブじゃん、俺帰り道に10分おろしのファンの人に声かけられたよ、おいおい、すごいよね、俺にかけろ。え、でもあそこにいるんだとか思って、いるんだね。うん。だから1000分の1ですから、もうちょっとですよ。あと、いや、他にも、なんか声かけてくれた人いたな。テンプルさん。ああ、そうだ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 。ありがとうございます。1000分の2ですよ。500分の1。500分の1。一気にもう、ありがとうございます。売れそうですね。すいませんね。売れちゃうな。みんなはバカにしたかもしれないけど、うん、まさかのこれ、クロノスに繋がってますからね。俺なんもねえんだよ。いやいやいや。いや、でも、俺なんもないんだよ。引っ張るから、そのうち。はい、はい。そうですね。いや、クロノスかがわかんないけど、その何かね、はいはい、俺が色根回ししてお前をその力ライブに、いいよ俺、AM ラジオでなんかどこの言葉かわかんない国の音楽流し続けて、いやいや、ジャックして、いいですね。あとね、このサンリオピューロランドコラボ第2弾はね、10月20日と21日に行われるコスプレフェスタ10 in サンリオピューロランドなんですけど、あら、これ20日の出演予定ってのを見たんですよ、うん、そこに、アクトレスガールズ、これが堀田由美子のいる団体の女子プロ選手を指してる、ああそうなんだ、まあ、演劇とかもやる人たちなんで、アクトレスガール、うーん、アニソンディスコという人たち、そしてサンリオキャラクターのコスプレとか出てくるのかね、なんか分かんないけど、うん、そして角田信明と、あれすごいないですか、もうね、北斗の拳のコスプレしてますからね、これそれもそうなんだけど、角田信明がもうバトルニュースでも扱われなかったというね、この20日の出演予定のちっちゃい文字のどこにだっていたという、ええ、ことなんですよ。そうなのか、うん、そういうことです、角田さん、ねえ、もう一回ね、だからもう分かんないですよ、でもね、サンリオピューロランドでもしかしたら綺麗なバットオリが見れるかもしれませんから、
ちょっと前までダムチャンネルだったから、うん、ジョイサンドのチャンネルではちょっとね、はい、はい、あ、演歌とか出してました。歌も超うまいからね。そう、ね、そう、スギちゃんより先にね、あの袖のない服を着たって、ね、かくちゃん、いや、そんな歌ランボーとかおるわ。いや、またくさんいるか、いるわねえ、ということでね、あとはこんなもんですかね。そうですね、また明日ですね。ちょっといろいろね、取り上げられないままのニュースもね、溜まっていっちゃってるんですけど、今日はあれですね、はい、ハリーはおとなしかったということで。違うよ、今日はね、マラソンやってたのよ、TBS。だからサンジャポもやってないし、そうだそうだ、だからミヤゾンだけじゃないのよ、走ってんのは。本当に。ミヤゾンも頑張ってるけど。そういうのが来てないと。そう。あ、そういうことね。うん。そういうこと。はいはいはい。石橋茂さんもなんか今頑張ってる。走ってますね。いろんなテレビ局を走って奔走しているという。奔走しますね、はいはい。一生懸命今。ということで、はい、また明日、お聞きなさってください。お願いします。